こんにちは、松田理沙です。今回は生牡蠣と魚介炭火焼きカーボンにやってきました。お店に入ると牡蠣のポシェットがお出迎えしてくれます。店内は白を基調とした落ち着いた雰囲気となっています。そして奥に進むとワインセラーがあります。ここのお店はワインの種類も豊富なんです。メニューはこちら。牡蠣だけでもこんなに数があるんですよね。時期によって牡蠣の種類も違いますが、今日は10種類ありました。その他のメニューはこちら。もうね、本当にいつもどれも美味しそうなんですよね。ちなみにここのお店では、今日のおすすめのフレッシュな素材を見ながら、好きな調理法またはシェフおすすめの調理法でオーダーすることもできる神的な頼み方もあります。まず頼んだのは昆布締めしたタイのカルパッチョ。カルパッチョが来た瞬間、ふわっとアロマのようないい香りが。もうこのカルパッチョなんですがね、永遠に食べれるぐらい美味しいんですよ。で、噛めば噛むほどタイと昆布の旨味が、飲み込むのがもったいない。そして牡蠣来ました。お任せで4種類の牡蠣を頼んでみました。それでは食べていきます。まずは三重の牡蠣、カボスを絞ります。そしてフォーク投入。身が大きくてなかなかつかめない。おいしい。これは4個ペロリと食べてしまう。ということで追加で3種類頼んでしまいました。いいんだ、今日は牡蠣を食べるって誓ってここに来たんだから、と自分に言い聞かせてます。みよ、この大きくプリプリなフォルム、もう牡蠣への食欲が止まらない。次々に牡蠣が私の体の中へ入っていく。ここのお店のいいところは、新鮮な牡蠣をいろんな種類食べれるところなんですよね。クリーミーだったり、あっさりしていたりと、いろんな牡蠣の味を楽しむことができます。そして、完全に忘れていた。クエの炭火焼きを頼んだんだった。まあ、こちらも美味しくいただきました。生牡蠣と魚介炭火焼きカーボン。場所はこちらです。完全予約制になってますのでご注意ください。